今日の御言葉、ルカの福音書17章22節から25節。イエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても、見られない日が来ます。人々は、見よ、あそこだとか、見よ、ここだとか言いますが、言ってはいけません。追いかけてもいけません。人の子の日、人の子は、稲妻がひらめいて、天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになります。しかし、まず人の子は多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。イエス様はこれから十字架刑に処されて、死ななければなりませんでした。イエス様は死ぬことが使命でした。イエス様はまず多くの苦しみを受けて、人々に捨てられなければなりませんでした。なぜイエス様が死ななければならなかったのか。それは人の罪を許すためです。神様であられるイエス・キリストは、自分自身の体を人間の罪に対する生贄としてお捧げになりました。そのたっとい生贄によって人間の罪が許されました。イエス様は人の罪を許すために死ななければなりませんでした。イエス様は文字通り死なれました。そして死んだだけではなく、3日目に復活されました。復活されたイエス様は天に昇られました。イエス様は言われます。再び私は地上に降りてくると。イエス様はいつの日か再び地上に降りてこられます。なぜ降りてこられるのか。それは世を裁くためです。世を裁くためにイエス様は再び降りてこられます。これを再臨と呼びます。再臨はクリスチャンにとっては喜びの日です。なぜならイエス様に出会うことができるからです。そしてイエス様から信仰に応じて賞をいただくことができるからです。ですから私たちクリスチャンはイエス様の再臨を待ち望んでいます。しかしイエス様はその再臨の日を見たいと願っていても、見られない時がやってくるんだとおっしゃられます。イエス様の再臨が近づくと、偽キリストが現れます。私こそキリストであると宣言する者が登場します。ですから人々は言います。見よ、あそこにキリストがおられる。いや、ここだ、ここにイエス・キリストがおられる。そういった言葉に惑わされてはいけませんとイエス様はおっしゃられます。本当にイエス様がやって来られる時、全ての人が彼はイエス様だと分かります。雷が落ちた時、周りにいる人々が全員雷だと分かるように、イエス様は誰から見ても明らかな様で再び地上にやって来られます。賛否両論は起こりません。誰が見てもイエス様であると納得します。イエス様の再臨とはそういう日なんです。ですから私たちは惑わされないようにしましょう。惑わされずに今与えられていることに集中しましょう。イエス様が再びやって来られる時に褒めていただけるように、信仰生活を忠実に歩みましょう。人々に惑わされて信仰生活が曖昧なものとなってはいけません。その日は誰から見てもわかるのですから、私たちはその日のことを心配するのではなくて、今日一日できること、すべきことに集中していきましょう。イエス様の再臨の日にしっかりと備えるものとなっていきましょう。All for Jesus!